今日ブルー仕上げをやった。これを組み立ててみようと思う。まずはエジェクターがここに入り、エジェクターを押さえるピンの部分が、こっちか。これがなかなか入りにくいね。はい。そして、ジッポーが入ったと分かるようなインディケーターが、ここに落ちた。よいしょ。なかなか手が足りないね。ここに、おっと、よいしょ。入って、そして、こうやって、やれば、ジッポーが入ったと、こういうふうに。出てくるようになってて、次がファイアリングピン、これがよいしょ、こういうふうに入って。もうすぐ入ってくれないじゃん。ここに入るようになってる。うわー、手が大変。なんで入らない？ほんのちょっとだけね、入りにくいときは入らない。そして、これがセーフティー。セーフティーであり、なんでこれ？なんてだけこれ。セーフティーであり、なんてだっけな、忘れたな。とにかく、ここに入り、ここのエジェクターの押さえの部分をこうすると、デコックだ。思い出した。デコック。これが非常に面白いんで、こうすると、とファイリングピンが動きます。デコックするとファイリングピンにハンマーが当たらないような装置になっている。そしてここのところのカムの部分がファイリングピンを押さえてしまうので絶対に叩けないし動かないになっている。こうするとこういうふうに動く、ファイルとして働くようになってる。これがスライの人の部分の上です。さて本体の部分だけれども
こに、何でだっけ、これ。この部分をつけるんだけれども、なんてだっけ、ハンドガードって言うんだっけ、フィンガーガードってよく覚えてないけどね。中に、これが、スプリングが入り、そして、押さえながら、うわぁ、硬い。ここにピンが入るんだけど、めっぽう硬い。うわぁ、硬い。これは助けが必要だな。こういう万力みたいなやつって。穴が入ったところで、こうしてやり、動くのを確認して、だい見えるかな、よし、このところで硬いな。もうちょっと押さえなきゃいけないな。もうちょっと押さえた方がいいですね。これちょっとまっすぐ入ってないのかな。ちょっと入りにくいですね。そして中のスプリングがカチンと入って出来上がり。こうするとロックできるようになってる。よいしょ。これから小さい部品を組み立てる。